お待たせしました。すごくお待たせしてすいません。まずリクエストをオフって、あ、もうすいません、すごいお待たせして、なんかうちのお湯が昨日の夜から出なくなって、なんかどうにか自分で直せないかをちょっと朝やっていたらこんなことになってしまいました。そう、子供は分かったのは、うちにある一番大きい鍋にある程度お湯を沸騰させて、それをお風呂場に持ってって水で割ってちょうどいい温度にすると、それだけで十分子供は洗えるんだけど、私はやっぱり水シャワーですね今のとこ。ね、こんな時だからうちに水道のね、なんていうの、プラマーの人にうちにそんな来てもらえるのかどうか分かんないけど、来てもらうのもねちょっとなんか怖いし、どうしたらいいんだろうね。すいません、そんな話はあれなんだけど、そうだ、今日はやることをちゃんと頭の中にメモしたんだ。まず、後でゲストに、ゲストをお迎えするので、それまでに今コメントじゃないや、ライブのなんて言うんだ、リクエストはオフにしていて、後でそうだね、それやったからいいんだよね。あと今じゃあ前回あんまり質問に答えられなかったので、前回答え用意してたけど答えられなかったやつを、まずやりたいと思います。ちょっと待ってね。どれがいい、これでも迷う、ダメだこれ。ロンドンの自粛事情のことを聞いてる人がいたので、一応さらっと言っとくと、生活必需品の買い物はもちろん許されてるというか OK で、あと前も言ったように1日1個の運動目的の外出は許されてるんだけど、例えば公園に特に人が集まる大きい公園とかにいると、私は行ってないんだけど、友達の話聞くと、ちょっと座って、天気のいい日とかだから草の上に座ってまったりしてると、すぐ警察官が来て何してるのって聞いてきたり、そのピクニックとかしてちゃいけないし、日向ぼっこしてちゃいけないっていう、一応厳しく言うと、その人がいっぱい集まっちゃってる公園とかはそのぐらい厳しくチェックしてるらしくて、もっと小さい公園だとそこまででもないんだけども、やっぱみんな距離をすごい保ってちゃんと責任を持った行動してる人が多いかなと。スマホスタンド買った方がいいのかな、これさ、どうなんだ、他の人みんなどうブレてね、ごめんなさいね。あと歌うことが好きなのですが、母に歌声が好きではないと言われてから歌うのが怖いですっていう、そっか、質問というかあれなんだっけ、質問、厳密に質問じゃないんだけど、私は答えたかったのが、私も11歳とかくらいの時に、母親にじゃないけど友達の親の歌手の人に、その友達と一緒に歌ってたら、ひかるちゃんの声はキンキンしてうるさいなって言われたことがあったんだけど、それがやっぱすごいショックで、でもそんなの人一人の意見ね、人それぞれの感覚だから、お母さんに言われてショックだと思うけど、その人のねセンスが世界の基準というか全世界の人類の基準じゃないかし、あなたの基準でもないはずだから、歌うのが好きだったら歌ってほしいなと思います。YouTube で何を一番見ますかっていう質問もあって、それは私結構トレヴォー・ノアっていう人の The Daily Show っていう番組が好きで、毎日平日チェックしてます。
あと夜の他 の, レイあの夜のトークショーなんを一通りちょっと見ちゃうかな。スティーブン・コールベアとかそういう人の、だんだんなんかラジオの一人喋りっぽくなってきて、ちょっとやりやすくなってきたかな。どうでしょう、前回より慣れてるよね。大丈夫ですよね。大丈夫。あと英語でね、前回ね答えたかったのが、There was a question from last time that I'm trying to answer questions that I prepared answers for last week and I just couldn't do it, couldn't answer them. So I'm trying to answer them now a little bit. There was a question, why is getting over someone so painful? And I thought it was an interesting question because I hadn't really thought of it that way, but I've thought of that before. But I think, God, I keep looking at my computer, it's so weird. Sorry. I think sometimes when a relationship ends, or you lose someone, sometimes I think it's, maybe if it's painful, I think maybe the pain was already there to begin with, and maybe that relationship was serving like a painkiller, a distraction, something to, you know, take your focus away from yourself, or the pain you have inside already, and then sometimes when you lose that crutch, you feel that difficulty or that pain again. I think there is a bit of that because, you know, no matter how much you try to stay not too codependent or addicted to stuff like that, it can be a bit of like a substance, you know, if you have pain already. Or at least that's what I've learned from my own experiences. Okay. じゃあ、なんか、英語と日本語で変えるのなんか恥ずかしいな、なんでだろう。コメント、じゃあ、前回のはちょっとそのぐらいにして、これで何分経過だろう。本当今日遅れてすいませんね。これで10分近くやってるかな。急がないと。今回の、そう、どうしてもね、リアルタイムで質問を見るのはちょっと、難しかったので、事前にできるだけ用意してみたんですけど、今回のは、何ラーメンが好きですかっていう質問があって、東京で何度、2回ぐらい食べたことがあるんですけど、アフリっていうラーメン屋さんの正式な名前が思い出せないけど、多分塩ゆずラーメンかゆず塩ラーメンのどっちかだったと思うんですけど、それがあっさりしてて酸っぱくて美味しかったなというのがあって、あとうちでよく中学生ぐらいの時に親が地方に営業このコンサートとかやりに出かけてて、夜一人で夜ご飯作んなきゃっていう時、一番好きだったのは味噌ラーメンに、インスタントのというかね、味噌ラーメンに大量のお酢とラー油を入れちゃうっていう、それが今で、あと卵をね、とじ卵みたいにしてっていう組み合わせがラーメンだと一番好きです。最近食べてないけど、あと、お気に入りの絵本はっていう質問があって、 So someone asked me what my favorite picture book, what do you call them in English? Children's books are? で、お気に入りの絵本がですね、ちょっとここに用意したんだ。今回はちょっと、あと前回暗かったからちょっとだけブラインド開けたんだ。英語だとこれが一番好き。子供の頃、okay, this is my favorite English children's book, Love You Forever. 私がちっちゃい頃、私が本当子供の年齢ぐらいとか、5、6歳の時にうちに私が持ってて、そんで、もっとちっちゃい時に買ったのかな、それとも。で、すごい素敵なお話なんです。で、その中に、母親がね、自分の息子にどんな悪ガキになっても
大変で家がめちゃくちゃになるような年のさ、年頃の子供になっても赤ちゃんの頃と変わらず毎晩っていうか夜ぐっすり子供が寝てる時に部屋にこっそり入って抱っこして、あの she rocked him back and forth back and forth back and forth and as she rocked him she sang って言って、あの歌を歌ったっていう歌が出てくるんですよ、5回ぐらいで、その歌詞が、もう歌詞、まあ、歌詞しか言葉しか書いてないんだけど、私はあのいつ頃だろう、なんか多分大人になってから本思い出して、これ買ってからかな、子供用に自分の、そこに勝手にメロディーつけて I love you forever I like you for always As long as I'm living My baby you'll be っていうメロディーをつけて、でそれをあの息子に歌ってこう本を聞かしてたらすごい気に入ってくれて、次の日もこれ読みたいって言ってくれて、3回目ぐらいから僕って自分のこと言わないんだけど、あのなぜか突然私とかね言うんだよね、うちの子が、あの、まあ、僕が読むって言う、歌うって言って、その歌うとこ覚えてくれて、もう覚えてて私に歌ってくれたりして、なんか泣いちゃいました。私のお母さんもこの本が一番好きって言ってたから、あの見つけられてよかったです。あと日本の絵本だと、 Sorry, I was saying that this was my favorite book as a childAnd my mother's favorite book as well. And I found it for my son. And I was singing that part. I made up the melodies for the lines. And he loves it. And he sang it to me the other night. And I was really moved. Okay, moving on. 日本語の絵本だと、日本で見つけた、バムとケロっていうシリーズが好きです。これ。バムとケロの森の小屋ってやつですね。あと、他のも全部持ってるんですけど、絵がすごく可愛いです。お話も素敵だけど、なんか細かい絵がすごい素敵。あ、またこんなことにすごい時間割いちゃった。ゲストの時間がなくなる。あと、もうダメかもしれないと思った時どうやって乗り越えてきましたかっていう質問があったんですけど、これ結構考えて、どういう状況でのもうダメかもしれないっていうことにもよると思うけど、私もうダメかもしれないって思うってことは、そこまで、そこにそうなるぐらいまで頑張ったっていうことだと思うし、私はもうダメだ、もうこれ以上、これ完成、なんかうまくこれができないかもっていうか、イメージ通りにこう曲でもね最後まで持っていけないかもって思ったり、もしくはもうその生きてる上で辛いとか、そういうもうダメだって思うことがあったら、そこからが、あ、やっとここまで来た、ここからが本番だって思うようにしてます。まあ、そういうふうにその時意識できるかは、意識してるかどうか分かんないけど、振り返るとそこにもうダメかもって思うとこからの頑張りじゃないと、新しいものを作ったり自分で新しいことを学んだり発見したりっていうとこまでいけないから、そこまでまずいけたっていうことが大事だし、その先に行こうとすることが一番やっぱり大事なとこなんじゃないでしょうか。大丈夫、乗り越えられるよ、振り返ったら無理だなって思ったこといっぱいあったけど、今いるじゃないここにみんなね。あと12時5分6分やばい。タイムのタイム、あの新曲出たんだ、そう出ました、久しぶりのシングル、タイムっていう歌がね私最近出たんですけど、の作成に小袋成明さんはどのような形で参加されたんですかっていう質問があって、今回プロデュースをね一緒に、あのプロデューサーとして一緒にこうやってもらったんだけど、最初にもうずいぶん前なんだけど、私がデモをタイムの、あの自分でそのデモトラックを全部作って歌ったデモ
をお互いこう最近のデモっていうか作った曲を聞かせ合ってって、それを聞かせたらすごく感動してくれて、あ泣いちゃったって言って、本当にそのくらいなんか感じ取ってくれて、じゃあアレンジをねもっとこうかっこよくしたいんだって言ったら、お手伝うって言ってくれたので、一緒にそこからやりだして、で最初はとりあえず私のデータを全部渡して、そんで私の基本なんまあ、パッドとかコードの、まあ、コードのなんていうの、弾いてるコードのミディデータとかね、そのちょっとは変え、ちょっと途中で変えたりしてるんだけど、そういうのとか基本的なリズムのプログラミングのパターンはそのままでにして、その音色とかなんだろう、そういうのいろいろ差し替えたりしてもらって、そこからもうちょっとものを足したり、あと構成をね、最後の彼のひらめきですごく素敵な構成になったりとか、でその途中でおぼくろくんのなんか世界観が出過ぎてる段階があって、最初なんで、それだとちょっと私の元の世界観と違いすぎるんだとか、喧嘩しちゃうんだっていうとこを一生懸命こう何度も、私が逆にまたその彼のデータをもらってちょっとエディットしたりとか、音量をいじってみたりとか、いろいろ試して、何度も何度もそうやり取り重ねて、完成しました。 4ヶ月以上かかってるかな、5ヶ月ぐらいかかってるのかもしれない、そんな感じです。あと Okay, maybe an English question. Have you played through all the Kingdom Hearts games? And I mean, I've said this in previous interviews, but I have not played a single one of a single game from the series. So I don't know. I've been thinking about playing it, but when I see this, the what do you call them? Like the stuff that go up on YouTube, I just feel like it's not my kind of thing. I'm such a puzzle person. I literally, like, the only thing I play is Tetris, practically. So, but maybe one day, maybe my son might get into it at some point. Who knows? I don't know. But will you be making another English album? That would be nice. I would like to eventually, but it's not something I'm planning on doing. I don't have anything set in my heart. Like I would make a full English album soon, but for the album that I'm working on right now, I would like to try to mix some English songs into it, or English versions of Japanese songs that are on the album. So there will be a little bit more English stuff. I'm sorry, it's been a while. And okay, so あとじゃあ一個だけやって、ゲストの方をお呼びしようかな、お呼びさせていただこうかしら。ビブラートができません、コツありますかという質問で、私もこれ自分のビブラートの話をなんか誰かがしてるのをネットかテレビかなんかで見て、私はどういうやり方なんだろう、というかそもそもビブラートってどういうやり方なのかな、みんなどうやってるんだろうって不思議に思って、こうビブラート種類とかやり方とか Google で検索してみたんだけど、なんか2種類とかね、2、3種類みたいなやり方が分かれてたんだけど、なんか私はどれだろうっていうのが全く分からなくて、なんか喉から出してるという感覚はないです。なんか背筋かな、一番背筋をなんかこう、背筋と横隔膜の近くのなんかこの辺の筋肉とその辺の、まあ、背筋全体をなんか使ってる気がするな。だから喉からじゃないと思う。一回カラオケで
友達が私の背中に手を当ててる状態で歌ったら、すごい背中が震えてるよって言われて、あと前回のツアーの時も楽屋であの背中が本当お尻のとこぐらいまでばっくり開いてるドレスが、ドレスっていうか服だったんだけどさ、特に最初の衣装が、その衣装を着て発声練習とかウォーミングアップしてたら、スタイリストさんに背中の筋肉が震えてるのがすごい見えるよって教えてもらったから、そうなのかなと。そんなぐらいでいいかな。じゃあ、あれ、どうやって言ったらいいの。落ち着け。まず、あのね、これからね、ライブの、なんていうの、この参加するやつのリクエストをのオンにするんだけど、あのゲストのか、ゲストの人じゃない人見てくれてる人はリクエストを、しないようにしてください。私探さな、見つけなきゃいけないんだ、みんなの中から。あ、20件来てる。え、マジで探せるかな。いいんだよね、美食公式、大丈夫だよね、大丈夫だね、間違ってないよね。かなくて、あ、どうもこんにちは。近い。中村智也です、はじめまして。どうも。こういうノリの方なんですね、よろしくお願いします。はじめまして、どうも中村です。ただです、ありがとうございます。今日はメガネを合わせてきました。あ、でも昨日おとといとかアップしてたビデオにもこのメガネが登場されてます。あれ見てるんですか。昨日友達に相談したら、うん、朝日とか見ておいた方がいいんじゃないって言って見てみようって思って、あら、あの YouTube の、あのお料理、そう、本当にあったんです、お料理、うん、小村さんがお料理をしてる人をあげてるらし、ん、あげてますけど、ただ楽しみやんないんだ。料理してるやつが来ました、ちょっと。ありがとうございます。まさか。照れくさいですね。あ、いやいや、先週、もう本当に一視聴者として、インスタライブ見てました。はい、もうキュートが過ぎるなと。いや。でも、だいぶあれですね、もう慣れた感じですね。今も見てましたけど。そうですか。先週に比べると変わらないです。でも、前緊張してもうやだ、やだ、やりたくないって言ってました。始まったらなんか漏れ聞こえてました。でも緊張しますよね、だってね、え、お客さんの顔見れた方が安心しますか。お客さん、いや、安心はしないです。結構緊張しいなんですね。あ、待ってください、コメントをオフにした方がいいってスタッフが言われてたんです。ちょっとそれをやっていいですか。はい、じゃあなんか待ってます。一人で食べてもらいます。これでいいんですよね。あ、できたっぽいです。そうですね。なんかこの方がいいって言ったんですけど。大変ですね。全部自分でやってるんですもんね、これも。いやいやいや。中村さんは、こういうのやってないんで、うん、インスタライブとかですか。はい。やってないですね。あの、Twitter という、まあ、最近 YouTube を上げてるんですけど、インスタはあの自分がプライベートでこう見る専門でアカウントは持ってるんですけど、初めてこうやってご一緒させてもらって。なるほど。あの、貴重な初めてを。いや、こちらこそ、だって
ね、初ゲストってことですもんね。はい。宇多田さんのインスタ。そうですね。いや、もう本当光栄ですよ。緊張隠して隠して今。本当ですか？緊張してるようにあんまり見えない。そうなんです。よく顔に出ないって言われるんですけど。やる気も緊張も不安も顔に出ないってずっと言われ続けてるんです。そうなんです。で緊張しいなんですか？そうですね。でも緊張、ある程度まで緊張すると、その状態にワクワクしだすタイプなんですよ。なるほど。なんか、新しい体験ができるってことじゃないですか、緊張するってことは。なるほど。だから、なるほど。質問読まれてた、この、何ですか、不安みたいなやつとかも、自分今見ながら聞いてて、俺そういう時ワクワクするなって思いながら聞いてたんですよ。それは強いですね。それを、その感覚を持っていると。よかったなと思います。そうですね。私緊張すると、うん、緊張していつの間にか落ち着いてるけど、緊張してる間はわーですね。とにかくなんか瞑想しようとしてる時みたいに、それを無視してリリースやんなきゃってひたすらこう抑えて抑えていつの間にか落ち着いてるって感じですかね。すごいですね。でもだってツアーとかやったらそれこそもう何万人なわけじゃないですか。そうですね、すごいです。中村さんは日本とかでは舞台とかもやられるんですか？舞台もやります。お好きですか？お客さんの前でできるっていうのは好きですね。まあ、生が一番好きですね。そのでお客さんの熱も感じれるじゃないですか。そうですね、うん、それが混ざって初めてこう完成するみたいな体感ができるんで、うんうん、楽しいですね、やっぱ生やってて、うん、まあね、最近できないのが疲れますね。そうですね。なんかまあ世界中でしょうけど、仲間たちもね、公演中止とか、僕も本当は6月舞台やる予定だったんですけど、もう延期になっちゃって、そう楽しみにしてたんですけどね。そういうのは一応いつまで延期っていうか目処っていうんですか、目処っていうのあるんですか？ちょっとまだ全然わからないっていう。まあどうするかって身内でというか話し合ってる段階ではある程度の目処はあるんですけど、まあ、まだそれが本決まりじゃなくて発表もまだしてない段階なんですよね。まあ、暫定的にこういう気持ちでいい。そうですね。あの劇場とかも結構先まで決まってるじゃないですか、スケジュールが。うん、音楽はどうだかちょっと分かんないですけど、なんでその兼ね合いもあったりするんで、うん、まだ言えてないんですけど、うん、再開したらみんな激気味ってことですね。予定どうなるんですかね。まあ、激気味というかやり手側のその、ね、予定を、うん、あとドラマの撮影で、ね、はい、再開できるといいですね。そうなんです。ありがとうございます、見かけてくださって。いやいやいや、時代からありがとうございます本当に。あ、そうですね、そうだし、だから今お話ししてるんで。いや、嬉しい。ありがとうございます。こちらこそ。私が全然。配線に聞きたいこと僕もあるんですけど。進行、いや、してくれた。いやいや。隠れ友達。本当にただ喋ってるだけになってきたなと思っちゃって。だってこう普通に初めてのお話してる人とビデオ電話してる状態ですよね。そうですよね。え、あ、実際生でお会いできたらまたそれはそれで緊張すると思います。その先に何か新しいことがあるんですね。そうですね、さっきの話です。じゃあ、はい、一応ただ話してるだけじゃなくて、配線に聞けという
配信なんで、なんでも、私からも、させていただきたいんですけど。僕、聞きたいことを聞いていいですか？なんでも、はい。ですね。はい、会社に質問です。相談です。電子ピアノをですね。はい。先週ぐらいに買いまして、始めたんですよ。それで、完全独学なんですけど、なんか、初心者、おすすめの練習方法みたいなのあったら教えてほしいんですけど。初心者おすすめの練習方法。どのくらいの初心者ですか？全くゼロですか？ちっちゃい頃1年ぐらいピアノを習ってて、はい、でそれはもう右手だけだったんですよね。はい。で、19の時に仕事で、簡単なやつを弾くのが役があって、その一曲練習して、で、今回って感じで、僕はショパンのノクターン2番みたいのが好きで、それをいつか弾きたいなって思ってたので、とりあえず今無謀にもそれを練習してるんですけど。あ、じゃあ楽譜は、楽譜なんとなくは、はい、読めます。あ、だったら、それで好きな、モチベーションのためにも好きな弾きたいやつを地道に、片手と右手と左手それぞれ単独で練習して合わせる練習があ、本当ですか？ね、あ、じゃあ今基礎練的なことで言うと指が動かないとクラシックって弾けないですよね。だからこう筋トレじゃないですけど筋トレ、筋トレ、な意味で歯の指の練習の、指の動きの、右手左手でタン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 ひたすらそれを繰り返して、指が動くようにするやつの練習。なるほど。あと、もし、歌うのも好きであれば、アルフェージュっていうので、楽譜を読む練習をすると多分ピアノ弾くときも音符の感じが分かると思います。なんかそれってそれって簡単なこう、弾くとしたら右手だけで弾けるようなメロディーが載っててそれを見てピアノで弾くんじゃなくて声で歌ってその音符を読むっていうかっていうやつで、それもやれると楽しいですけど、本当読むとやれるんです。すげえ、すげえ一回教えてもらった。ありがとうございます。本当に。嬉しい。何か。ソルフェージュ。はい、ソルフェージュ。調べてみます。ありがとうございます。どうしようかな。じゃあ、交互に聞くのか。一気に。他の質問をどうしよう。豊田さんからもありますか？おや、はい。本当どんな人かわからなくて不安だったら、ウィキペディアを見てみたら、すごい。生き物が詳しいなと思ったので、はいはいはい、で最近、私の息子が海が舞台のアニメにハマっていて、はい、海の生き物が毎回紹介されるんですよ。でだんだんちょっと覚えてきたり、はい、興味が湧いてきてて、なので、はい、生き物に詳しいそうな高村さんには、生物オタクの人に、との会話で話題にあげたりとか、こいつできるって思わせられる、ちょっとマニアックな海洋生物、おすすめの道、教えてもらえませんか？一つでもいいですけど。お子さんも好きそうなやつがいいですかね？いや、なんでそれ知ってるのっていう感じの、別に子供がとか関係なく、例えば、なるほど。知り合った、お話しした人が、海の人が好きになったらいいような。何がいいかな。
サメの鼻をこするとおとなしくなる。生存に役立つ豆知識ですね。そう、万が一の時もね。これでサメに出会っても。サメの鼻のらへんに、はい、あのサメっていうのはこうロレンチーニ器官っていう体の作りがありまして、はい、それで生体電流を感知するんですね。生き物が動く筋肉の収縮とかで微弱の電流が流れるじゃないですか。はい、あれを感知する器官がここにあって、だから彼らの方を撫でるともその感覚が麻痺しておかしくなってしまって、サメもこう催眠状態というか、刺激が強い、そう、なんか感覚がおかしくなるんですよね。まあ、YouTube とかでもその動画とかダイバーの人がやってるとかあるんで、見てみよう。かわいく見ますよ、サメが。なるほど。これじゃあ、娘もしっかり教えておきます。そしたら、実践することはないといいなと思うけども。ありがとうございます。あと、まあ、なんか他にありますか？あ、いいですよ。結構ファンの方から来てるんじゃないですか？なんか二人に一緒にっていうのだとあんまり寝たっていうのが見つけなかったんですけど、あ、はいはい、寝る前に必ずやることありますか？寝る前か。ないです。ないんですか？とかでもいいんですけど、寝る前に必ず最後にやるみたいな。コップ一杯の水を飲みますかね。あ、なるほど、そうですね。そんぐらいかな。でも結構な確率で最近ソファーで寝落ちしちゃうんですよ。なんかやってたついでにみたいな。なんかテレビ見てたりとか、はい、ゲームつけっぱとか、もう本当子供みたいな生活をしちゃってるんですけど。あ、それって今でもいっぱいそういう人いそうですね、今の状況。いますよね、きっとね。そうで、首痛くなって、そう、体の疲れ取れないから良くないですよね。もう翌日が疲れが取れてなくても大変でした、この間も大変です。だからね、なんかあるんですかね、そのもう、あ、こういう、ソファーとベッド入れ替えちゃうとか、なるほど。前にスベッド置いとく。1L なら 1LDK の L の部分を寝室にしちゃうってことですね。なるほど。いいかもしれないですね。すっきり、ああ気持ちいいって起きられるんじゃないですか。それはさすがですね。ただそうなるともう永久にソファーの出番がなさそうですね。いつ使うんだっていう。そうそう。結構みんなでもいるでしょうね、この期間ね、いろんな人、その生活のリズムとかも崩れやすいじゃないですか。うん、私はもうそこに学校に登校する時間が決まってないんですけど、一応オンラインでなんかリモートで学校の教え方があって、でそれが一番遅くて9時までにこうなんかピピピってやんなきゃいけないんで、それまでに起きてればいいからゆっくりではあるんですけど、サイクル崩れないように一応子供、私目覚まし時計の音で起きるの嫌なんで、子供の部屋に目覚まし時計、子供が欲しがったんで置いて、こう彼が起きて私を起こしに来てくれるっていう生活にも。いいですね、それ。なんか朝やっぱり早起きは体にいいですね、やっぱりね。三文の徳って言いますしね。うん、あと一日長く使えていいですよね、朝早く起きると。そうですね、なんか充実した生活してる感が芽生えますね。そうですね。でもソファーで寝落ちしちゃうんですけど、ぜひぜひベッド生活をベッド生活を交換してください。今日家に帰ったらもうソファーをこう投げ捨てて引きずってきます、ベッド。あと何かあるかな、何でしょう、何か他に何かあるか。じゃあここぐらい、いいですか。はい、
考えたんですよ。はい。あの、ちょっと素人質問になっちゃって、失礼だったら申し訳ないんですけど、はい。作詞というか、曲の作りの段階で、はい。日本語と英語ってこう、響きとか、一つの音符に入る単語の数とかも変わってくるじゃないですか。はい。そういうのって、どういうふうに組み上げていくんですか？歌詞の言葉の当て方ってことですか？そうですね。メロディーに対して。うん。それ、私、事前に質問が見ないでおくって思ってたんですけど、スタッフがメールしてくれてさ、ちらっと見ちゃったんですけど。あ、そうですか。どこの部分のことを書いてあったんでしたっけ？例でっていうかな。あ、そうですね。タイムの、はい、なんてサビ前のフレーズのとこの。あ、振り返らないの、なーのとこ。とか。はい。その、ああいうとこ すげえなと思うんですよ。打たれての、たーのとこが、あなのが、そう、すごいなって思ったんですよ。あのフレーズの1個落ちる音、1番も2番も母音 A で揃えてくるじゃないですか。そういうのが、なんか僕、そういうとこに結構ゾワッとする時があって。あれはですね。素晴らしいなって。はい。ありがとうございます。そんな別に。いや、もう素人で。そんな風になんか思われるようなことでもないんですけど、結構母音から決めるんです。場所によって、はいはいはい、タイムの場合はそこの英語の歌詞が Will you keep in mind? Will you keep in mind? When you take pretty pills tonight? っていう歌詞があったんで、そこの部分が Mind って言葉で I って書いてあったんで、はい、日本語の部分、そこはその母音の感じは I はキープしたいなと思って、内容はぼんやり、気持ちはぼんやりこう考えながら、そこに両方あーになる表現を考えていきました。へー、そういうとこ。英語と日本語でこう作る感覚は変わらないですか？どうだろう、うん、でも日本語の方が母音と子音の一音節が一文字、うん、なんで、うん、なんかもうちょっとパズルっぽくはめられる感じが、もう音節数考えて言葉をイメージしやすいって意味ではパズルっぽいですかね、日本語の方が。もしかしたら、そういうクリエイターの頭の中をちょっと知りたくなっちゃうんですよね。こんなんですごいよかった、楽しいです、こういう話。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にどうしましょう。どうします？なんか前回、はい、後になって、なんであの話しなかったんだろうとかいろいろあったんですけど、やるべきことだったのかな、大丈夫そうですか？ご自身でいろいろ企画もされてるんですよね。僕ですか？はい。あ、なんかいろいろちょこちょこ楽しいこと遊びでやったりはしてますね。大丈夫そうですかね、これで。いや、もうてか、まあ極論言っちゃうと多分ですけど、こうして喋ってる宇多田さんが見れる時点でもう満足度100点みたいな感じだと思うんですよね。そうですか。じゃあ、終わり方してみていいですか？あら、聞こえてるのかな。大丈夫じゃないですか。単にドラマの終わり方みたいかなと思って。ありがとうございます。エンディングね。そうですね、エンディングっぽい感じ。いや、このくらいですか。聞こえたかな、わかんない。いや、嬉しかったですね。イヤホンもしていただいて、いや、なんかちょっとうちもスタッフが不慣れだったみたいですいません。私も聞き苦しいとかあったら、ヘッドホンしかなくて、こんなヘッドホンしかないから、なんか変かなと思ってたんですけど、ちゃんとイヤホンを
買います来週、そうですね、マイクついてるやつ買ってください。あ、そうですね、そうですね、うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、本当にいつかお会いできたら嬉しいです。そうですね、何かご縁なので、はい、はい、よかった。じゃあ今日は皆さんもまたね、見てくださってる皆さんも一週間楽しくいきましょう。はい、ね、そうですね、あの あれどうやって終わりにすればいいんだろう。うん、2人で同時にここで終わるのか、私は1人残ってちゃんと終わりをした途中でもどうしたらいいんだろう。行きましょうか。宇多田さん、最後きっとじゃんけんで終わってくださいよ。じゃあ今日、え、じゃんけん、サザエさん方式、先週見てて思ったんですよ。あ、サザエさん方式だなって思って、私がじゃんけんしてウフフって言えばいいんですね。じゃあまたっつってなるほど、簡単な終わり方じゃあ先に、はい、中村さんにありがとうございました。ありがとうございました、本当に皆さんもありがとうございました。さよなら。この後のドラマ見てください。そうだ、そう、10時半から、美食探偵明智五郎というドラマ、タイムが主題歌のやっておりますので、僕主演です。見てください。すごい、ちゃんと私もそのぐらいできた、できないといやいや、いいんです、いいんです。はい、じゃあ本当にありがとうございました。またさようなら。はい、こう、これで、あ、終わった、終わったんだ。いや、偉い、なんか時間が分かんなくなってしまった。どうコメントオンにしましょう。一瞬、これでどうかな。どうでしょう。こんなんで大丈夫でしたかね。またフィードバックをお願いします。これがひどいとか、もっとこうしてほしいとか、何でも言ってください。なんか言うことあったかな、最後に。なんもないかな。前回、ありがとうって言ってなかったねって指摘されて、なんか、こう、なんかコンサートみたいに来てくれたっていう感覚がなくて、なんかみんなとビデオ電話してるみたいな気持ちだったので、あんまありがとうっていう意識が自然と出てこなかったんですけど、その後すごい変な時間に、早い時間に起きてくれた、起きてみたとか、そういうのをいろいろ聞けたので、まあ、聞けたというか教えてもらえて、あ、そっか、そういうふうにすごい頑張って見てくれてる人もいっぱいいるんだと思ったので、ありがとうって見てくれてありがとうを今日は言いたいです。Last time I didn't say thank you because I felt like it didn't feel like people had gathered for this. I just felt like I was doing a video chat with everyone or something, like with a friend. But then afterwards I got some messages saying, I saw messages saying like I woke up at 6 a.m. orYou know, a weird time of night. And so this time I'd like to say thank you, for doing that, for doing things like that for this, to be here with me. And, any feedback, please. I would love to hear any feedback, so I could make it better next week. じゃあ、いざやるとなるとすごい、じゃんけんのあれでいいのかな。恥ずかしい、じゃんけんで終わるのやるって言わなきゃよかった。どうしよう、やるって言ったから今回だけじゃんけんにします。あ、やだな。また来週。あ、もういいや、また。ありがとうございました。